2011年4月13日、午前9時25分です。現在、パンボジェという町に、到着しました。で、こちらのお宿で、現在、ミルクティーをいただきました。で、ここ、パンボジェの町から、このように、少し多分上が、雲で隠れているのでしょうか。エベレストが見えます。隠れてないのかな？これで見えてるのかな？エベレストがこちらに確認できます。エベレストはこちらです。そして隣が、ローツェです。少し雲が出始めましたが、比較的まだ、エベレストもローツェもはっきりと見えます。これは全部見えてますね。失礼しました。多分限界まで今ズームしています。はい、パンボジェまではだいたいデプチェから約1時間、20分ぐらいでしょうか。それぐらいで到着しております。以上です。